地元プロスポーツ応援スポイチ NTP 名古屋トヨペットの提供でお送りします。このコーナーは自らの限界に挑戦し続ける地元プロアスリートや団体を徹底取材し、そのスポーツの魅力楽しみ方をご紹介しています。今週もカヌー競技です。オリンピックメダリスト羽田卓也選手を取り上げます。羽卓さんです。愛知県豊田市出身36歳の羽田卓也選手、今年開催のパリオリンピックを含む5大会連続オリンピック出場、カヌースラロームの日本代表です。2016年のリオデジャネイロオリンピックではカヌー競技で日本人そしてアジア人初の銅メダルに輝きました。そんな羽田選手に先週はこれまでオリンピックのことなどをお聞きしましたが、今週は大きな大会に出場する際の準備や心構えなどを聞いています。インタビュアーは CBC ラジオ高田博之アナウンサーです。緊張するしないみたいな話を後輩のアスリートとして、彼が大事な試合があった時に、その半月ぐらい前にパスポートをなくすようなトラブルがあったんですよ。でも逆にそのトラブルがあったからこそ変にもうジタバタしてもしょうがないかって開き直れちゃったりとか、そういう話を聞いて、必ずしも準備万端で臨む大会がうまくいくとは限らないっていうのは僕もすごく感じてますね。リオオリンピックでメダルを取った時はそれこそ決勝の当日も風邪で調子悪かったですけど、だからこそふと自分を俯瞰してもうジタバタしてもしょうがないと、こう冷静になれたっていうのもすごく覚えているので、結局人生何があるか分かんないっていうのは結論なのかなって逆にどうですか、その体調マックスで臨んだ時の方がどうです？もちろん体調マックスで臨む準備はしてるんですよ。多分みんなしてると思うんだけれども、その自分の努力以外の外的要因ってやっぱりたくさん、その勝負の日だとかオリンピックの大舞台になるといろいろ出てくるので、それをいち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 その自分が対処しきれないと思いますし、そこに気持ちを使うのは逆に僕マイナスだなと思って、最初のオリンピックとかは緊張しながら前日にいろんな験を担いだりとかお参りに行ってとかルーティンを決めてとかやったんですけど、結局それにこう囚われてる自分にすごく疲れてしまって、オリンピックの回数を重ねるごとにもっと自然体でいこうと、何があるか分かんないから逆に余分なものを作らずに自然体であるがままの自分で臨んで、じゃあ結果はもうこんだけやったんだからもうサイコロの目が何が出るかっていう風な気持ちでもう自然のままこう臨もうっていうのがもう最近の何事においてもスタイルですね。そういうのをやらなくなってなんかちょっと楽になった部分とかもあったりしますか？ありますね。なんかこう全ての物事、全ての事象に対してこうフラットに受け止めることでよりこう柔軟な対応力が生まれたりだとか、そういったことは特にプレッシャーがかかる大舞台では、すごく大切なことなので、はい、変わりました。あ、そうですか。だからもう我々がすること、すべきことっていうのはその日までにもう自分なりの最善の準備をしますと。で、その結果が出る出ないっていうのは本当に時の運っていう言葉があるように自分ではどうしようもないことがやっぱり起こりうるので、だからそのこの結果が出たから自分の準備が悪かったとか良かったとかっていうのは、フィードバックももちろん大切ですけど、そこに対して僕はもうとらわれる必要ないんじゃないかなっていうところに達してますねおそらくなんかそういうところを何度も失敗もしながらたどり着いた境地なんでしょうね。100% の準備をして必ずうまくいったかっていうとそうでもないし、 100% 準備ができなかった時も結果がこうポロッと出ちゃったりしたことがあったので、多分勝負の分け目っていうのはそういうところじゃないんだなっていうの、逆にそのそういうところじゃないんだっていう気持ちでいると自分も楽にこう勝負に臨めるというか、それがなんかこう結果が逆に出やすくなったりとか、するかもしれないですね。はい、外的要因、大きな舞台の大一番では自分ではコントロールできないことがたくさんある、そこに気を使うのはもうもったいない、疲れるってことですね。ただ若いうちは完璧な準備、最高な準備は結果に比例すると思っていた、験担ぎもした、お参りもした、いろんなルーティーンがあった、でもそれは必ずしも結果とは結びつかないということを悟った今、準備をしないわけではないけども、やることはやったらあとはサイコロの目が出るようなもの、
これはスポーツに限らず人生そのものなのかもしれませんね。やっぱりいろんな経験をされているアスリートの方というのは達観してますね。来週も羽田卓也選手へのインタビューです。お楽しみに。NTT 名古屋トヨペットは車を販売するだけの会社ではありません。車検、点検から保険、携帯電話の販売、マリン事業への取り組みなど、暮らしを楽しむもの、こと、経験をお届けします。行ってみようよ NTT 名古屋トヨペット。地元プロスポーツ応援スポイチ、 NTT 名古屋トヨペットの提供でお送りしました。